サンフレッチェ広島会市の育成組織。サンフレッチェ広島会市の育成組織。サンフレッチェ広島 FC の育成組織は、J リーグサンフレッチェ広島会市の育成組織。アカデミー、下部組織。J リーグ100年構想のもと、サッカー選手の育成とサッカーの普及、及び、青少年の健全育成を目的に活動する、組織である。10、本記事の題名。 育成組織は、サンフレッチェ広島の公式サイトの表記に従った。また、下部組織と言及されることもあるものの、J リーグの指針では、下部組織という用語は用いないしている。1992年クラブ創設とともに、ジュニア、小学生年代、翌1993年に、ユース、高校生年代及びジュニアユース、中学生年代を創設。 ユースの拠点は、広島県秋田方市吉田町の吉田サッカー公園、ジュニアユース及びジュニアの拠点は主に、広島県秋郡府中町の広島青少年、文化センター。スクールの拠点は、広島県内の他山口県や島根県にもある。外部からユースへの入団はスカウトと募集、セレクションがあり、毎年来年度高校1年生となる中学3年生を、 対象に6月頃に案内募集が出され、8月末頃にセレクションを開催している。ジュニアユースへの入団はセレクションのみであり、来年度中学1年となる小学6年生を対象に10月頃に案内募集が出され、12月末頃にセレクションを開催している。ジュニアはスクールからの選抜メンバーで編成されている。スクールびジュニアは男女ともに入れるが、 ジュニアユース及びユースは男子のみである。2チーム編成で大会に出場する場合、チーム名にセカンドあるいはベアアースを付け登録している場合もある。なお一部ではトップチームに対する育成組織であるということから、小熊、小熊の愛称で呼ばれている。これらの熊とはチームマスコットである月のワグマのサンチェに由来する。毎年3月。 年度最初のホームゲーム試合前に、スクールジュニア・ジュニアユース・ユーストップの選手が一堂に集まり、サンフレッチェファミリー紹介と題し、サポーターに向けたお店を行っている。J リーグクラブライセンス制度では、J リーグの各チームに U-18 チーム、U-15 チーム、U-12 チーム、U-10 チームを保有することを義務付け、女子チームを保有できるものとしている。 これをもとに、広島では、以下のチームを編成している。男子は全カテゴリー、女子はスクール及び、U、U-12 に相当するチーム、広島ジュニアに入団できる。なおクラブは2015年現在、女子チームを創設する予定は、全くなく地元のアンジュビオレ広島と共に、広島サッカー界を盛り上げていくと明示しているが、正式な提携までには至っていない。さらに、 アマチュアチチューーム、ムいいいわゆるるる。セカンドチームもも設する予定もないと、明示している以前は、イヤーブックや、ホームページなどで名簿を公開していたが、個人情報保護法が施行した2005年以降、公開されていない。クラブ目標の一つに、日本一の育成型クラブを掲げ、2001年以降、人もボールも動くサッカー、やっていても見ていても楽しい攻撃的なサッカーを、 クラブ全体のポリシーとしており、その中で技術があって、ハートもあって、ハードワークできる選手の育成を目指している。サッカーの技術的な面だけではなく、学業、生活面の指導など、人間教育にも非常に力を入れている。これは参考にしたオランダのクラブの方針、下記参照であることに加え、育成組織を整備した今西和夫の哲学によるところが大きい。 メンタル面でのアプローチも積極的に取り組んでおり、様々な業種の人物を招いて講話を開いたりしている。その中には俗に有炎上や個人情報漏えいを防ぐ SNS 講習も含まれる。トップチームの2012年2013年の J リーグ連覇の要因の一つとなったことから、またこれらは比較的小さいクラブ財政基盤での戦力強化モデルであることから、 その育成ノウハウが注目されており、他からの問い合わせに対し広島側はそのノウハウを全面的に公開している。例えば、京都産学会 C は2005年から柱谷光一の温度でスカラーアスリートプロジェクトという育成プロジェクトを立ち上げたが、ベースとなったのが広島の育成ノウハウである。その他にも地元、 広島のみならず、中国地方の町クラブにもそのノウハウを提供している。一方で2014年海外の育成組織評価機関では、これらノウハウは指導者の感や経験によるものが大きく、体系するべきスカウトなどの選手評価を数値化することが望ましいなど、改善の余地があると指摘されている。ノウハウ公開と並行して研修などを目的とした。 短期間の受け入れも行っている。例えば、フィッツジェラルド・マイ・ギョーリュー・ジェームズは2004年15歳、当時広島ユースで短期間受け入れ、これが縁で日本の高校に通い、プロ入りし、日本に帰化している。クラブ財政の問題からトップチームですぐ使える選手を昇格させているため、その昇格人数は極めて少なくなっている。ユースにおいて、 プロになれなかった選手の就職及び、大学進学率は J リーグスの中でもトップクラスを誇る。一方で、ライバルの不在つまり、県サッカーのレベル低下を防ぐため、意図的に上のカテゴリー昇格を制限している部分もある。広島の育成組織を対談ごたの学校などで活躍し、広島のみならず他の J リーグチームでプロ入りを果たした選手もいる。 2012年2月24日、日本代表対サッカーアイスランド代表戦にて、広島の育成組織出身者が日本代表として4人出場を果たした。国際 A マッチにおいて、同一、クラブユース出身者4人出場は、日本サッカー史上初のことである。また国内組の縛りがあったこともあり、東アジアカップ2013では5人。 育成組織出身者から日本代表に選ばれている。こうした特徴からメディアに取り上げられることも少なくない。J リーグが始まった当初は少ない予算の中で自前の選手を育てることに力を入れていたとして育成のジェフ、育成の広島と評価された。例えば2011年イタリアで行われたクラウディオサッシ国際ユーストーナメントでの開会式のパフォーマンスが話題となり、 ヤベッち FC、日本サッカー応援宣言でも取り上げられている。2016年中国網は、日本一大、玉星加工館、日本の一大タレント育成組織と紹介している。広島は古くは、静岡、埼玉と共に、サッカーご参加と言われる土地であった。戦前から、広島講師附属中学、現広島大学附属高校、広島一中、 現広島国体寺高校、修道中学、現修道高校の広島サカーゴ野を中心に、全国大会で数々のタイトルを取り、福原はじむさん、渡辺秀ま松田てる浜本俊勝ら戦後の教員指導者の尽力により、数多くのサッカー選手を輩出してきた。1950年代後半になると、指導者不足から、 東洋工業集球部をはじめとする地元実業団の現役選手が頼まれて市内の小中高校へ指導に出かけるようになった。1965年東洋工業現役選手によるサッカー教室を正式に開始、松田椅子市以降も松田サッカースクールの名称で船本幸次や小木徳たちなど集球部 OB を講師に県下を指導、普及して集ていた。 1970年代以降、オイルショックから、広島経済の地盤沈下が進み、広島サッカーも影響し停滞していった。地元出身のソリン博や金田信都木村和志などは大学を卒業後は、関東や関西の実業団チーム入団し、森島博明や田坂和明などは、他県の高校へ越境入学するなど、タレントが流出していった。 1984年、松田いスシーは JSL2 部に降格したことを機に、今西和夫が監督に就任した。今西は、週休部 OB だが引退後は、松田社員として働いており、指導者としてのキャリアが全くなかったので、オランダからハンス・オフトをコーチに招聘した。今西とオフトは、松田いスシーはこのままではタレント不足で勝てないと、悟った。今西は、 外国人選手獲得も兼ねて、オフトの出身クラブであるフェイ・エーノールトと、その他にもアヤックスアムステルダムを視察した。そこで、プロには予備軍とアヤックスアカデミーが存在すること、予備軍ではトップの内容に近いトレーニングをこなしていること、プロになれなかった場合のリスクを避けるために予備軍に今日をさせていたことを知った。一方、新たな日本人選手発掘。 獲得には、地方というハンディキャップからか、なかなか即戦力の選手を獲得できなかった。彼らは相談した、結果、即戦力となる大卒選手の獲得を継続する中で、高卒選手の獲得と育成に力を入れ、イノールトやアヤックスのような予備軍の実現を目指そうとした。早速2軍である、松田スシー東洋を強化し、中国サッカーリーグに参戦。 森安をはじめ、片野坂智弘、柳本義成らを育成していった。さらに、指導者育成にも着手、後に、小林真嗣や松田博中村重一なとチームおかげで支える指導者が、誕生した。また、1990年代以降、当時松田椅子コーチだったビル・フォルケスの紹介で、森安や高木拓也など、若手数人を年に一度1ヶ月、 テイドマンチェスターユナイテッド FC、リザーブに練習参加させていた。1993年、J リーグが開幕すると、すべての J リーグクラブは育成組織を持つことが必須となった。サンフレッチェ広島も例外ではなく、当初ハード面で遅れており、特にユースは広島市内で練習グラウンドの確保すらままならなかった。そこへ、 高田国吉田町がサッカーを中心としたスポーツで、町おこしをする若者重促進等緊急プロジェクトの一環として、全面協力することが決定。ユースは育成拠点を吉田町内に置き、町内の吉田運動公園を練習拠点として活動を開始した。ほぼゼロからのスタートであったが、前身の東洋工業、松田いすー時代から若手を育てることがクラブとして、 生きる道だという思いから若手育成のノウハウができつつあり、その後の試行錯誤から以下のような独自の発展を遂げた。ジュニアユースへの選手入団は、ユースと違いスカウトは基本的に行っておらず、セレクションによるものである。ユースと同様に強化に努めたが、結果として現れ出したのは2000年以降である。ここで育った選手がユースに昇格し、 ユースも結果が出るようになった。また、ここで育った選手の内ユースに昇格できなかった選手のほとんどは地元高校に進学し、広島県の高校による2000年代の高校3、大大会、インターハイ、高窓宮ハイ、選手権高成績はジュニアユース出身者によってもたらされている。2008年にはジュニアユース出身選手から初の日本代表選手を生み出した。 提携スクールは一般的な町クラブのように地元団体、企業が運営し、サンフレッチェが指導者を派遣するなど技術提携する形をとっている。ほぼゼロから始めたところばかりだが、中には町クラブを前身とし、サンフレッチェと技術提携したことにより、提携スクールとなったところもある。これらのチームはスクールを中心とした普及と、ジュニアユース、 中学生年代チームを頂点とする育成チーム、つまり、高校年代以上のチームは持っておらず、高校年代は、広島ユースへ入るか交代連、他の J リーグユースなどに入団する。定型スクール出身で、トップチームに昇格した者、また日本代表に選ばれた選手も存在する。以下は現在開校している定型スクールである。以下は、 以前提携スクールとして活動していたが離脱したスクールである。女子のフレッチェスクール、レディーススクール、小学生年代のスクールや中学生年代のジュニアユーススクール、サッカー未経験の大人を対象とした大人スクールなど幅広く行っている。なお直下のスクールのうち沼田広島広域公園のミトップス広島との提携の形で運用している。 また特定のポジションに特化した GK スクールやストライカースクールも開校している。前日の通り、広島県のサッカーは1980年代に停滞し、1990年代以降サンフレッチを中心に高校生年代の強化に成功したものの中学生年代は未整備だった。これに対し、市内の小学生年代の町クラブが広島タイガー FC を モデルケースとして中学生年代のチームを作る動きが加速し、指導体制を強化した。この流れにサンフレ側も協力している。例えば毎週火曜日に高校サッカーや街クラブの指導者とサンフレ育成スタッフ全員が集まる育成ミーティングを開催、その中でサンフレ育成ノウハウを公開し、お互い情報交換するなど、 広島のサッカー発展に貢献している。トップス、広島や P3 広島での活動の一環として、広島市主催の公共事業、ルースポーツ体育指導者招平事業の一環として、また、広島県体育協会主催のジュニア育成事業の一環として、トップチームの選手や育成コーチングスタッフ含めた全スタッフが広島市内を中心に、 県内の小学校訪問を行っている。2006年から本格的に開始し、1年間で平均10校程度訪れている。もともと松大寿司時代から指導者育成に力を入れており、広島育成組織での指導経験がある人物で、JF 公認 S 級コーチを取得し、他クラブで活躍している者も,もいる。2013年から他クラブに先駆けて、 トップチームの現役選手が C 内 CD 級コーチ資格を取得する手助けとしてクラブ独自で講習を開いている。2000年ユースが天皇杯広島県予選にあたる全広島サッカー選手権大会で初優勝し天皇杯に初出場。その後2度出場したがすべて1回戦敗退している。2003年と2014年にジュニアユースが JF プレミアカップ、旧ナイキプレミアカップ優勝したことに伴い、マンチェスターユナイテッドプレミアカップに出場している。ユースは高窓宮杯決勝進出の副賞として、2005年と2008年の2度に、渡り、ドイツで開かれた SBC カップに出場している。 高窓の宮杯決勝進出の副賞として、イタリアで開かれた、クラウディオサッシ国際ユーストーナメント U-18 大会に出場した。2年連続で、フェアプレー賞を受賞した。なお、2012年は AC チェゼーナのトップチームとも対戦。シモーネデルネロラに得点を奪われ0から6で、敗戦している。2006年から、広島県で行われている。 国際大会に出場している。創立当初から中国地方のユース年代では抜けた存在であったため、近隣になかなかいい対戦相手がいなかった。そのため1998年、中国サッカーリーグの前期日程にオープン参加している。しかし、社会人リーグのリーグ編成及び日程の関係からこの年だけで終わっている。ちなみに、戦績は7勝1敗。 森山義郎が監督として率いた2003年2004年の広島ユースは2年連続でユース3冠、クラブユース選手権、高窓の宮杯、J ユースカップのうち2冠を達成し、広島ユースモン時代と呼ばれた。これは2001年からクラブ全体が攻撃的なサッカーへの転換を模索し出したこと、それに伴いチームとして質を上げるため2001年のみ、 スカウト活動を積極的に行ったことにより入団した選手が高校2年3年になる2003年2004年に結果として現れたためである。前田俊介、高柳一世、森脇良太、柏木洋介、牧野智明、平重隆一ら、タレントがずらり揃った2004年には3大会とも決勝に進出した。レギュラー11人が全員プロ入りした。 このチームは強さと、うまさを兼ね備え、なおかつ勝負強く、史上最強ではと言われる伝説のチームであった。ただ、最上級生に、田坂祐介、西山慶英、田村助元ら、そしてクラブ史上初のプロの高校生 J リーガーとなる、高萩洋次郎が在籍した2003年のチームの方が、記録的には、上で、公式戦でわずか2敗のみ、高窓のみや杯準決勝。 静岡学園戦と2003年天皇杯1回戦隊 J2 ミトホーリーホック戦しかしていない。高窓の宮坂月はクラブユースと交代連つまり2種登録チーム全てが参加する唯一の大会であり、現在は高校年代サッカーの最高峰と位置づけられている。この大会において2010年代初頭に第21回高窓の宮杯2011年 高窓宮ハイプレミア2012年、高窓宮ハイプレミアと3連覇を達成している。大会レギュレーション変更を挟むため参考記録ではあるが、2014年現在3連覇は、清水志将校と広島ユースのみである。また高窓宮ハイプレミア2連覇は2014年現在で、広島ユースのみである。なお2012年はトップチームが J1 リーグ制覇を達成しており、 リーグ戦として、兄弟制覇ということになる。以下、水の時代は、不明な点が多いため2011年以降の状況を、記載する。海外も含めた、男子女子の全国リーグ経験者のみ列挙。日本の場合は、男子、J リーグ JFL、女子、なでしこリーグ所属経験者のみとし、海外の一部リーグ所属経験はあるが、日本の全国リーグには、 ところ経験のない選手も含む、育成所属経験のうち、Y はユース、G はジュニアユース、ジュニアはジュニア、S はスクールの略。定型スクールのうち、国引きは区、ビンゴはビ、魅力の里は B、常石は常と略記。五重音順表記、サンフレッチェ広島開始の選手一覧も合わせて参照を楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。